基本一人です。いつもありがとうございます。お昼ご飯をね、一人でね、作って食べていきたいと思います。今日はね、チャーハンと餃子ですね。チャーハンはね、何回もね、動画、撮ってますけれどもね、なんかね、こう、新メニューをね、登場させたいっていう気持ちもあるんですけどね、あんまりそんな気分じゃないっていうことと、あとはね、残り物でね、ご飯がね、残り物ばっか片付けてる感じですけれども、これだけご飯が、あります。大盛りです。あと今日、午前中にね、スーパー行ったらね、3割引きの餃子があるんで、こちらをね、4つぐらいね、おかずでちょっとね、作っていこうかなと思いますね。で、まあ、とにかく、このご飯をね、片付けたいんで、まあ、いつもね、僕が食べそうなものを今日は取っていくという感じで、なんか新メニューにチャレンジみたいなのはね、次回に、ちょっとね、また、頑張ってみたいと思うんで、今日はね、チャーハンと餃子を、作っていきたいと思います。まずね、丸松の餃子ですね。これ3割引きで170円ぐらいでね、買いましたね。18個入りです。今回ね、ちょっとあまり僕食欲がないんでね、4つぐらい焼こうかな。あとね、あとはチャーハンですね。チャーハンはね、ちょっとご飯が量が多いんで、全部食べるかどうかわかりませんけども。まあ、ソーセージ、ちょっと大きめのソーセージ一つと、卵が一つ。あと、レタスがね、葉っぱ1万円ぐらいかな。2枚は使わないかもしれないです。あとは、サラダ油もしくはオリーブオイルみたいなやつと、あとは最後にね、匂いをちょっとつけたいんで、醤油をちょっと垂らして、いう感じかな。はい、ちょっと温めますね。はい、あったかくなったかな。オリーブオイルをちょっと、これね、油そんなにいらないけど。やっぱり今日はね、あんまり食べたい気分じゃないんでね、たくさん。4つ。で、残りのね、14個はね、次回、また、母親と一緒に食べるっていう感じかな。はい、これでね、ちょっと弱火で3分ぐらい炒めますね。丸松の餃子はね、冷凍じゃないんでね、確かね、水もいらないはずです。3分ぐらい経ちましたね。ちょっといいかな。もう十分ですね。火止めます。はい、これでこのままフライパンに入れて、こちらに置いておきますね。はい、ソーセージ切ってきますね。斜めに薄く切りますね。はい、ちょっとね、張り付かないようにちょっとばらかして置いておきましょう。レタスはね、もうなんか包丁で切る必要もないですね。手でちぎっていきます。これぐらい。よいしょ。もう1枚使おうかな。ご飯の量が多いんで。野菜は多めでね、やらないと。卵割ってきますね。あららららら。火をつけよう。火は強火でね。中華はね、強火ですね。何でも。
さあ、熱くなってきたんで油を入れて、ご飯を伸ばしますね。ソーセージ。やっぱ冷やご飯になるとね、どうしてもチャーハン作りたくなるね。好きだしね。やっぱりあったかいご飯でチャーハン作るより、冷蔵庫で冷やしたチャーハン、冷やしたね、ご飯でね、チャーハン作った方がなんか美味しいような気がするんですよね。ちょっとパラパラにできて。気のせいかもしれませんが。塩コショウをしていこうか。量が少ないし、結構強火だからちょっと弱くしようかな。はい、レタス入れちゃいます。いつもねキャベツを入れるんだけどね、まあちょっと今回レタスですね。多少思考を変えて、どっちでもいいんですけどね、僕自身は、レタスはね本当に何て言うんだろう、癖のない野菜でね、何にでも合うんですよね。キャベツの方が癖がありますよね。もうレタスは生で食べれるんだから、まあ本当に火が通っても通らなくてもいいぐらいですね。ここに1枚残ってた。ちょっと全部卵とか全部具を入れたら結構量が多いんでね、ちょっと残しとこうかな。全部は食べれませんね、これだけあると。本当ね、若い頃に比べて食べれなくなりましたね。まあお金使わなくて済むからいいんだけど、あとそうだね、ごま油買っとくとよかったね。そろそろチャーハンとかね、たまに入れると美味しいですよね、ごま油。はい、香りつけに、鍋の端にねちょっと垂らします。焦げるようにね、焦げた香りがつくように。はい、終わりですね。はい、できましたね。チャーハン餃子です。あとね、スープはなしでお茶ですね。レタス。
ソーセージと卵ですね。まあこれは普通に美味しいですよね。はい、いただきます。タレをちょっと。こぼれちゃった。はい、じゃあちょっとチャーハンから味見しておこう。キャベツのチャーハンに比べるとね、やっぱレタスの方が癖がないね。どっちがいいかって言ったらどっちでもいいんですけどね。あと餃子。これはいつも買ってる餃子なんでね。外れはないです。美味しい。普通に。よく中華のレストランとか食堂行くとね、ラーメンとチャーハンの組み合わせとか、ラーメンと餃子の組み合わせ、あと、チャーハンと餃子とかね、こっちみたいに、あと餃子、チャーハンとラーメンとかいろいろありますけどね、どれ選びますかね。僕はね、絶対チャーハンと、餃子ですね。そのセットを選びますね。まあ、ラーメンがね、あんまり、まあ嫌いじゃないんだけど、あんまり好きになれないというか、わざわざ食堂でね、ラーメン食べたいと思わない方ですね。ラーメンは僕はね、インスタントで十分だと思ってるんで。よく家系ラーメンとか、二郎系ラーメンだっけ？ああいうのって結構800円とか1000円以上したりするじゃないですか。僕はね、一回も入ったことないですね、ラーメン。800円のラーメンってあんまり食べる気になんないですよね。やっぱりね、なんとなくない、なんて言うんだろう。よく外食したね、大学時代とかにね、なんとなく、ラーメンってその頃ね、割と300円とか350円ぐらいでね、食べるものっていうイメージがあるんでね、特別ラーメンが好きじゃないから、ねえ、800円とか1000円以上のラーメンってあんま食べる気しないですよね。食べたら食べたって美味しいですけどね、800円ぐらいのラーメン。あと何だろう、よくコメントでね、他の YouTuber の人がね、食べる料理とか作ったり、それを食べたり、してる動画あるんですけどね、それに比べるとかなり量少ないですねって言われちゃうんですよね。僕はね、やっぱちょっと少食ですね。
あとね、どう考えてもね、あんまりあんな食べれないですよね、本当にね。で、僕なんかもね、最近だとコラボさせてもらった、ジーコ三九チャンネルのジーコさんとかね、あと、キヨタンさんも、たまに自炊で作ったりして食べてますけどね。二人ともね、まだ僕なんかよりずっと若いっていうのもあるしね、なんか筋トレなんかもやってるからかもしれないですけどね。量が多いんですよね、ジーコさんね、一人暮らしの割にはね。キヨタンさんもね、この前一人暮らしでご飯作ってる時にね、卵焼き作るって言ってね、いきなり卵5個使ってましたもんね。それ一気に多分食べてましたからね。すごいなぁと思って。感心しますよ。多分ジーコさんとかキヨタンさんがね、これのメニューで食べたら、多分これ大盛りにして、多分さっきあった餃子なんかね、10個ぐらいは食べてんじゃないかと思うんだけど、ねえ、まあその方がね、なんかね、動画的には何て言うのかな、映えるというかね 感じですけど。はい、ごちそうさまでした。量の少ないね、地味なお昼ご飯に、最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。ということで、基本一人でした。